5月9日旧小原小学校体育館において消防団の春季訓練が行われました。この日は南伊勢町消防団57名と消防団幹部7名が参加し、心肺蘇生法及び AED の使用と大規模災害時に救助活動の状況を示す活動表示の取り扱いについて訓練が行われました。南西文書からは所長及び署員計11名が参加し指導に当たりました。心肺蘇生法の訓練では胸骨圧迫及び人工呼吸を訓練用の人形で行いました。心肺蘇生法のポイントとして30回の胸骨圧迫と2回の人工呼吸を交互に行い、人工呼吸や AED の取り付けの際に10秒以上胸骨圧迫を止めないことだそうです。万が一倒れている人を見つけたとき、正常な呼吸をしておらず意識を失っている場合は助けを呼んだ上で心肺蘇生を行います。また助けを求めるときは具体的に指名することでより協力を得やすくなる傾向があるとのことです。また AED の使用も訓練し、基本的な手順を学んだほか、胸骨圧迫をしながら取り付けを行う方法を教わりました。これまでは幹部団員向けとして行われてきた災害現場で救助活動を行う際に使う活動表示の書き方、読み方に関する訓練も行われました。活動表示には要救助者の捜索が済んでいるか、どこの部隊が活動しているか、立ち入りが危険な建物であるかという情報などが記されています。この情報を活用することで捜索の重複を避け、現場への立ち入りの注意事項が分かるなど、捜索活動の効率化に役立つそうです。団員の皆さんは緊急時の対応に生かせるよう真剣な表情で訓練に臨んでいました。